Let's go. ジョブチューン R。 ぶっちゃけぶっちゃけ。こんにちは、 TBS アナウンサー田中みな実です。この番組はあらゆるプロフェッショナルが知られざるその職業の秘密をぶっちゃける TBS テレビで放送中のジョブチューンのスピンオフ番組です。毎週ゲストを迎えてテレビでぶっちゃけた話はもちろん、テレビでは放送されなかった話をぶっちゃけていただきます。本日のゲストは江戸前寿司銀座久兵衛の3代目今田景久さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは北王子魯山人や志賀直哉などの文化人、そして吉田茂元総理をはじめ政財界の食通も足しげく通った創業昭和10年の老舗銀座久兵衛の寿司職人今田景久さんとぶっちゃけ。それでは早速参りましょう。寿司職人今田景久さんのぶっちゃけ。高級寿司店の職人が最も緊張するお客さんは。Let's go. 子供です。子供ですか。まあ召し上がったものに対してこう美味しい美味しくない結構はっきりおっしゃるんですね。はい。でその時にこう美味しくないとこう言われることがすごくこう言葉がすごくこう胸にこう刺さると言いますかえでも緊張するんですよね。子供ですから、はい、そんな久兵衛のお寿司の味が分かってたまるもんかって逆に怒ったりはしないんですか。でもまあお客様ですからやはりこう自信を持って召し上がっていただきたいという気持ちがありますので、てかそれも、はい、そもそも子供って来るんですか。お休みの時ですとか週末だからこうご家族と一緒にあのご来店されますね。小さくても3歳ぐらいですかね。だって3歳の子供に美味しくないって言われたところで悲しいですやっぱり来ますよ。でもやっぱ職人さん、職人としてそうか、はい、職人さんですから、うん、でも逆に小さい子の方が、まあ、美味しいものを食べた時の、うん、喜びはやっぱり表現可愛いですよね。こう体をこう踊らされてとか、まあね、はい、表現がすごく直接的というか素直ですもんね、うんうん、はい。一番おすすめは何ですか、久兵衛さんの。うちはやっぱりマグロですかね。はい、寿司屋といえばマグロやっぱ看板の商品としてやっぱり仕入れにも気遣いますし、はい、ネタで手間がかかるのってありますか。仕込み あのプロセスがすごく多いのはやはり小肌ですとか卵焼き、はい、本当にまあこう一枚一枚鱗を取って頭を落としてで、まあ、開いていくんですけど、はい、小肌の場合は、うん、大きさを見て塩の振り加減を考えながらやって、それがまあ数分で終わる時もあれば10分ぐらいかけてやる時もありますし、その大きさによって変えていくんですね。でその後、まあ、水洗いをしてお酢につける。うーん、でやっぱ基本的にはまあちょっと1日置いたぐらいの方が、1日置いちゃうんですか。でこう馴染むんですね、味が。お塩とお酢の味がこうあの魚体その素材の中でこう馴染んでいくというか。江戸前寿司ならではですよね。でもそうですね、あの番組の中でも、はい、ジョブチューンのテレビの方でも手お酢の匂いがしちゃって大変っていう話でしたけども、はいはい、嗅がせていただいてよろしいでしょうか。そ今あれかもしれないけど、あーする、酢飯の匂いがします、はい、しますね。サバの匂いがするって言われたこともあります。えサバは今は感じませんでしたけどでも本当これいくら手洗ってもなかなか落ちないというか取れない。落ちないですか、はい、へ、あの自分でお寿司握っててちょっと食べたいなとか思いますか。これが思うんですよ。あ思います。思うんです、はい、そこは仕事だからっていう一線引いてるのかと思ってました。私なんかまあお客様にまあお寿司をこう握ってますと、あ今日のマグロ美味しそうだなとか、この白身いいなとかと思うとちょっとこうお腹が空いてきて食べに行っちゃったりとかします。え仕事終わってから。あ仕事終わってからですよね、はい、それ握ってて一個食べちゃおうかなとはならないですね。さすがにそれはないですさすがにね、はい、でも仕事終わってから食べに行くって今おっしゃいましたけど、どっか違うお店に食べに行くんですか。違うお店に食べに行ったりします。え久兵衛の人がどこのお店に行くんですか。まあいろいろあるんです。知りたい。ちょっと内緒ですね。逆もありますか、久兵衛に。逆もあります。あるでしょうね、はい、ちょっとこう雰囲気でこう分かるというか。やっぱ分かるものですか。分かりますね。なんか見極めるポイントって
まあ、見た目だとちょっと髪の毛がやっぱりこうこざっぱりしてるとか、うん、ちょっとこう手がやっぱりちょっとこう赤っぽい、水の衝動すると結構こう赤くなりやすいんですよ。確かに、はい、あと白いですね。で、まあ、もう爪は本当にもう短いですし、うん、手が綺麗、女性の手みたいですもん。ありがとうございます、うん、大体そういうとこポイントがありまして、あ、板前さんかなって思います。うーん、やっぱ意識しちゃいます。ちょっと頑張りたくなりますね。頑張っちゃいますか、はい、あの最後に伺います。はい、寿司職人にとって必要なことは何でしょうか。謙虚さ。お、常日頃やっぱり学ぶということだと思うんですよね。で、まあ、板前に立った時にはやはりそのお客様の喜んでいただけるように努める。で、またお客様からこう美味しかったとかありがとうっていう言葉を受け止められる、そういう謙虚さ、同じ日はこう二度と来ない、まあ、それぐらいの気持ちを持ってやっぱりやっていかなくちゃいけないじゃないかというふうには考えてます。うーん、うん、なんか今田さんの熱い思いが伝わってきました。私もいつか久兵衛さんで今田さんが握ったお寿司が食べられるように仕事を頑張ります。お待ちしております。今日のゲストは銀座久兵衛3代目今田景久さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングの時間となりました。ここでジョブチューン情報です。10月12日夜7時から TBS テレビでジョブチューンお医者さんぶっちゃけ2時間スペシャルが放送されます。小児科の水野克美先生は子供を健康に育てるための驚きの事実を発表。さらに脳神経外科の清水俊彦先生は偏頭痛持ちの女性にとって衝撃のぶっちゃけを披露します。他にも様々な専門分野の名医12人が常識を覆すぶっちゃけを連発します。さらにさらにスペシャルゲストで上戸彩さんも登場。どうぞお楽しみに。 TBS アナウンサー田中みな実でした。それでは来週もぶっちゃけ